せーの、よいしょ。はい、皆さんこんにちは。どうも山川です。今日はですね、ある商品を紹介したいと思います。それがこちらです。ゼリースプリッター2。これはですね、クワガタ飼育に欠かせない道具になっています。はい、これは 16g 対応のゼリースプリッターになってます。飼育場ではね、僕の場合はゼリーを2つに切って与えております。まあ大きい個体とか産卵セットに入れたやつとかはこれ丸々1個入れることが多いんですけど、ほとんど飼育してるクワガタは半分に切ってやっております。これ結構便利で、昔ね、クワガタ飼育始めた時、僕は普通にカッターで真っ二つに切ってたんですけど、ちょっとそれが結構手間でですね、これ買ったらですね、もうすごい便利で楽しくゼリーを切っております。こんな感じですね。ちょっとうるさいですけど、こんな感じで綺麗に真っ二つに切れる。これ最初使い始めた時すごい感動しちゃったんですよ。こんな便利なものがあるんだなって。今も楽しくね、切ってるんですけど、これ替え刃もですね、市販のよく文房具店に売ってる替え刃でいいみたいなんで、これも結構いいですよね。入手しやすいってことで、まあ、ちょっと交換するときが大変みたいなんですけど、これ取ってですね、これを外して、まあこっちも同じように外して、ここからまあパカッと割って交換するみたいなんですけど、はい、まあ結構簡単なのかな。ちょっとやったときないんでわかんないんですけど、今日はですね、ちょうど交換するクワガタが5セットあったんで、ゼリーを5個切ります。これ 16g 対応なんですよね。で、まあ僕が使ってるのはこの 16g 対応なんですけど、まあ他にも大きさあるのかな ?18g とかのやつあんのかな、ちょっと調べたいんでわかんないんですけど、僕はこのゼリースプリッター 16g で、ほとんどこのプロゼリーをまあ切ってますね。まあ、これね、結構入手しやすい商品なんで、もし気になった方、僕のこの動画の概要欄にゼリースプリッターの、まあ、リンクを貼っておきますんで、そちらの方からぜひチェックしてみてください。本当これあると便利です。クワガタ飼育初心者の方でも、まあ、簡単にゼリーを切ることができて、なおかつゼリーを節約できる、これ結構メリットが多い商品なので、ぜひ皆さん使ってみてください。はい、今日はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。よかったらね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。じゃあね、バイバーイ。